ウィル・スミスといえば圧倒的ハリウッドスター。実は彼のキャリアがラッパーとして始まったことはあまり知られていません。しかもただのラッパーではなく、グラミーを4度も受賞し飛ぶように曲を売ってきた一流ラッパーですが、ラップ界で彼の凄さが語られることはほとんどありません。なんなら彼を批判する声も少なくない。ウィル・スミスはなぜ批判を受け続け、どのようにハリウッドスターへと転身していったのか、彼の知られざるストーリーに迫ります。1968年、フィラデルフィアで生まれたウィル・スミスには両親がいました。教育委員会で働いていた母のキャロラインと、アメリカ空軍の退役軍人で冷凍庫の会社を経営していた父親のスミスシニア。フィリーには貧困に苦しむ黒人家庭が多くある中で、両親ともに揃って中流階級が多く住むウィンフィールドで生活をしていたスミス家。一見幸せな家庭に見えますが、そこには一つ問題がありました。 99% はゼロと同じというのが父親の口癖で、完璧を求められたといいますが、スミスシニアの子育ては軍隊式の厳しいものでした。それでも威厳のある父親はウィルにとってスーパーヒーローでしたが、9歳の時に父が母に手を挙げるのを目撃します。母が殴られるのを見ても何もできなかったこの出来事は彼のトラウマになりました。ウィルはこの時に感じた臆病者のアイデンティティがそれを覆い隠すほどの成功を目指すきっかけになったといいますが、彼にとってその方法はラップでした。12歳でラップを始めたウィルは、汚い言葉も含めた歌詞をノートに書き留めていましたが、ある日そのノートを祖母に見られたといいます。彼女は孫に何も言いませんでしたが、そのノートにはこう書かれていました。本当に知的な人は自分を表現するのにこんな言葉を使う必要はない。私たちが知っているようにあなたが賢いということを世界に示してください。この出来事はラップでは定番の汚い言葉遣いを彼が曲中でほとんどしないことに影響を与えます。1985年、当時16歳のウィルは家の近くで行われていたパーティーに向かいました。DJ と MC がパーティーを盛り上げますが、そこには DJ ジャジージェフという DJ はいましたが、 MC がおらず急遽ウィルが代役で参加。このパーティーで相性の良さを感じた2人は DJ ジャジージェフ&ザ・フレッシュ・プリンスを結成します。結成当初はビートボクサーのレディ・ロクシーも含めたトリオでしたが、1986年、ファーストシングル Girls Ain't Nothing But Trouble をリリース。60年代のコメディ I Dream of Jenny のテーマ曲をサンプリングした陽気なビートの上で、フレッシュプリンスことウィルは女の子とのストーリーをユーモアを交えてラップします。この陽気な曲は高校生の卒業前のパーティープロムにはまり、ウィルは高校在学中に早速フィリーでヒットを生み出しました。彼は成績優秀でしたが、大学に進学することは全く考えておらず、希望進路はラッパー。教育熱心な両親はいい反応をしませんでしたが、彼のキャリアはすぐに軌道に乗ります。デビューシングルに目をつけたジャイブレコーズは2人とサインし、デビューアルバムロックザハウスをリリース。続く1988年発表の He's the DJ, I'm the Rapper は飛ぶように売れていきました。代表曲の Parents Just Don't Understand では、1バース目でママに欲しい服を買ってもらえずに学校で笑われる少年のストーリー、2バース目ではママのポルシェで女の子をナンパしたけど免許もなくスピード違反で警察に捕まる少年のストーリーをラップします。汚い言葉を使わずにティーンエイジャーの嘆きをラップしたこの曲は幅広い層に受け、翌年グラミーで記念すべき初の最優秀ラップパフォーマンス賞を受賞。この時代のヒップホップはメッカのニューヨークを中心にしながらも、西海岸ではギャングスタラップの芽も出て、様々な実験的なサウンドやスタイルが生まれていた時代でした。そんな中、その年ナンバーワンのラップソングを受賞したのがポップなファミリーソング。ウィルは二十歳そこそこで大きな注目を集めることになりましたが、そこから彼のキャリアには批判もついて回ることになります。若くしてウィルは大金を手にしましたが、それを無駄遣いしながらも続くアルバムは売れず、税金は滞納し経済難に陥っていました。そんな1990年、彼の築いたイメージとミュージックビデオで見せる立ち振る舞いを生かせる新しいキャリアの扉が目の前に現れます。コメディドラマザ・フレッシュ・プリンス・オブ・ベル・エアーで俳優デビューを果たすことになりました。これはフィリーのフッドで育った黒人少年が高級住宅街にあるおじおばの家に移り住み生活をするというストーリー。黒人の複雑なアイデンティティを面白おかしく描きながら、当時まだ今ほど広がっていなかったヒップホップカルチャーをお茶の間の大衆にも届けたこの番組は、アメリカ最大級のテレビネットワーク NBC でトップヒットとなりました。そして何よりも俳優ウィル・スミスを生み出した功績は計り知れません。このドラマで経済難を克服していったウィルは、再びフレッシュプリンスとしてラップの世界にも戻ります。1991年にアルバムホームベースを発表。これまでよりも低い声を採用した爽やかで心地よいサマータイムはデュオ最大のヒット曲となり、2度目のグラミーを獲得。
ラッパーとしての健在ぶりをアピールしましたが、ラップ界でもこれだけのことを成し遂げてきたウィル・スミスが歴代トップ50論争などに入ることはほとんどありません。キャリアの初期からソフトと言われることが本当に嫌いだった。ウィルはこう言いますが、彼に貼られたのは軟弱というレッテルでした。ヒップホップには都会の貧困地区で生まれたタフなイメージがありますが、ウィルは両親がいる家庭で綺麗な地域で育ち、ドラッグを売っていたわけでもありません。彼の曲はストリートのためのものではなく、9時5時で働いて休日にバーベキューに行くための曲でした。バブルガムラッパー、メインストリームを喜ばせるために歌うラッパーでありながら、ラップゲームでは真のアーティストとして見られていない。この言葉はウィルを批判する立場からするとよく当てはまると思いますが、コメディ仕立てなラップで汚い言葉を使わないファミリーフレンドリーな彼は、売ってきたレコードの数や受賞した数に対して過小評価されがちだと感じます。ただ彼はラップ界で見落とされがちなのも仕方ないほど、ハリウッドスターとしての圧倒的なイメージを確立していきます。1992年に映画デビューを果たした彼は、95年にアイコニックな刑事役のバッドボーイズ、96年にはインディペンデンスデーに出演。この映画は当時史上2番目の興行収入を記録し、93年以来俳優一本に絞っていた彼は俳優としてのキャリアを急激に加速させていきます。そんな状況の1997年、これまた彼を象徴する作品となったメインインブラックの公開に合わせて、ソロアーティストウィル・スミスとしてテーマ曲で帰ってきました。この曲が収録されたアルバム、ビッグウィリースタイルは Get in Jiggy with It やマイアミなど数々のヒット曲も出し、もはや恒例のグラミーを受賞。スクリーンを通して確立した世界的なウィル・スミスブランドはラップに復帰しても効果抜群でしたが、彼はあくまでラップ界では独自のレーンを行くラッパーでした。1999年の MTV VMA、 マイアミがエミネムのマイネームイズを破って最優秀男性ビデオ賞を受賞した際のスピーチで、私は曲の中で誰も殺してないし罵ったこともないのにここまで上がってきた。ウィルはこう発言します。エミネムはこれを受けてこうラップしました。エミネムは、彼はラップ全体ギャングスタラップをディスった。みんながウィルみたいにハッピーなわけじゃないと言います。ウィルがデビューした80年代後半はギャングスタラップの黎明期であり、彼が俳優をしながらクリーンで明るいラップを10年間してきた間にギャングスタラップは花開きました。その10年間ではトゥーパックやビギー、JZ などハードな環境で育ってきたことをラップするラッパーたちが注目を集め、白人ながら攻撃的なスタイルで人気になったニュースターエミネムも登場。ウィルがソフトだと批判されたのはこの時代の流れもありますが、そんな流れの中でレコードを売りまくって賞を獲得しまくる彼は、もう一つのメインストリームを自分で作ったということもできるかもしれません。ウィルはその後も99年、2002年、2005年とたびたびアルバムを出しましたが、もはやウィル・スミスがラッパーだったことを知らなかった人の方が多いかもしれません。年に何本も映画に出て、ウィル・スミスという存在を知らないまま一生を終えることを許さない世の中を作り上げた彼は、2008年フォーブスのハリウッドで最も稼ぐ男優ランキングで1位を獲得。1年間で稼いだ出演料は約90億円と言われています。ラップよりも俳優の方がうまみがあるのは明らかですが、ラッパーとして行くところまで行った暴力的なラップの方向性も嫌いだったという彼は、現状気が向いたらラップする程度の活動にとどまっています。ウィル・スミスだけでなく、フレッシュ・プリンスの偉業も語られるべきでしょう。今回は完全に俳優だと思ってたあのウィル・スミスの意外な初期のキャリアとは論争を振り返りましたが、みんな見落としがちだけどマニアックなところまで深掘りしたラップの話は、僕が毎週1時間やってるポッドキャストの方で喋ってます。これはラップコミュニティの方で聞けますが、コミュニティでは他にもラップ好きのメンバーの方たちといつでもコミュニケーションが取れるチャットやズームも開催しています。ラップ好きのためのコミュニティなので、ぜひ概要欄のリンクから具体的な内容を覗いてみてください。そして公式 LINE の方では限定動画もプレゼントしています。こっちも概要欄の方からどうぞ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。